アメンボ赤いな。はい、こんばんは。今日はちょっと時間がないので、先にね、いつものやつをやらせてください。あー、これどうしよう。ちょっとポケモンはね、おまけですよ。はい、てなわけで、概要欄の方に、この放送をね、より楽しむための方法がもう書いてあります。書いてあるので、それをね、見た上で了承していただけると助かります。ジムをやっちゃうと、多分ニコちゃんがネタバレを嫌がって旅立っちゃうから、今日もね、カビゴを捕まえて行こうかなと思ってる次第ですね。
ゲームコーナーいいのかな。で、今日これ何の放送あ、ちょっと待ってね、いろいろ今日忘れてますね。ちょっと久々すぎて何をしたらいいのかわからない。そんなあなたのためにももちもも頑張らせていただきます。あかりんさん、あずはるさん、ボタニンニ、ノアノアールさん、しずくさん、ニコちゃん、こんばんは。で、なんだっけ？で、ね、コラボを禁止してまして、ただね、これがね本当にゲームセンターできない、ゲームセンターできない。あの風船のやつ空飛べるに？何の話？あ、これちょうだい。あ、これがヒジチュ空渡り。空飛ぶピカチュウになるの？え、これ EV だった？空飛ぶ EV になるの？ヒジチュウ。ちょっと待って、これは？あ、これは波乗り。ちょっと話がまた脱線しちゃった。あれ、何話してるちょっと待って、記憶がない。ちょっと誰か何を話してたか教えてください。あれ、何を話してたっけ。この話ですね。で、まあ、もちもんさん、はーい、カピコ、目覚めた時初めて見たものを食べ物と勘違いして襲ってくる。戦う、倒すと捕獲できる。じゃあ倒せばいいの？防御力が上がった。あ、でコラボですね。あの、この間もリツイートしたんですけど、あの、なるはやちゃんがコラボをね、コラボ相手を募集してたりと、なんかちょっとね、タイミング的にね、もったいないなって思うことはね、多々あるわけですよ。
それこそね、あ、寝ちゃった。すやすや。すやすや。え、同時に好きね。今攻撃すれば倒せたんじゃ。あくびの効果がわかんないの。あくびの効果、自分でね選んだね。おお、3人でいいですね。えんな、ちょっと待って、カフェ君交換すればもう交換できた。交換すればよかったね。え、これで捕まえたことになるの？これは？どうしよう、ヨガのポーズかな。再結構戦ね、あさりだったね。ナイス、ありがとうございます。カビゴンボックスにしまいます。たまに襲ってくるのがいる。あ、コメントがずれてるのかな。あ、ずれてるね。これ乗っかっちゃうから、またここ切らないとダメだね。よいしょ、切れた。何の、あ、で、ちょっとこれだけ。あ、カノンさんお久しぶりです、よろしくお願いします。これだけ許してほしいんですが、で全部ポケモンバトルしてから捕まえるのがいいな。あれだ、何の話でしたっけ。今日は絶好調ですね。あ、でこれだけはちょっと許してほしいことがあって、会話をしないので動画を上げさせてほしいんです。
モモネコラジオ話？あれ？で、ちょっと間がね、悪いことに、あの、ヒイラギさんと遊んだ動画をね、あげないと申し訳ないなと思ってます。で、これはちょっと投稿予定があったんです。あ、ちょっとピーカー、これは積んでませんか。そう、遊んでちょっと本当に申し訳ないことに、私から誘っておいて、私からね、あと猫ちゃんのやつもちょっと許してほしい。本当に申し訳ないんですけど、もう労力を割いて、あのね、収録とかね、遊んでいただいたので、これはちょっと動画にさせてください。あ、ナイさん、こんばんにゅね。すでにちょっと動いてしまったものはちょっと上げたいなと思ってます。あ、アンテロープさんいらっしゃい。で、これをやりたいんですね。ていうわけで、6月は、ヒイラギさんで2本、ニコちゃんで1本、で、あとね、私は直接関わらないけど、ちょっとゆっちゃんの動画をね、ちょっとお手伝い。あ、コロさんいらっしゃい。あ、くまるさんもいらっしゃい。こんばんは。あの、人と、まあ、他の人と絡んだ動画がね、3本、あとちょっと、ゆ
レズちゃんと私で7歩6月中に動画を上げます。桃ゆず、ちょっと待って、絡みすぎだよ。あ、桃とゆずはバラバラね。合計で7歩作れるように、ちょっとゆずちゃんもサポート私の方でします。大丈夫です、絡みすぎないように気をつけます。あ、そういうこと、あ、そういうことです、そういうことです。まずね、ゆずちゃんは自立じゃないけど、早くね動画を上げれるように頑張ってもらいます。こんなものかな。気がします。なので6月はチーム忍者で、ちょっと待って、10本動画をにゃ、なんで今買わせたの？あれ、これ一撃？違う。よかった。そうそう、だからそこね、ちょっと気をつけながら。6月は基本動画見と思うでしょ？と大盛りじゃないですか。6月にヘビーレインとポケモン、これもクリアします。本当か？本当なのか？と思っているそこのあなた。何くれるの？あ、空を飛ぶ。そう、ヘビーレインね。私も気になるので、早めに。え、でも6月中だったら簡単じゃない？あ、ドードドリオ、ドードドリオ、あ、ドードドードリオ、ドードモンスターボール処理しよう。ドが1個多い、ドが1個多い。ドードリオも可愛いと思うんですよね。これでまたポケモン図鑑が埋まってっちゃう。
ドードドドドリオはドードーから進化させようかな。で逆にお詫びが一個あって、一個ね、マイライフを ちょっとどうにかしたいんですよね。6月中に終わらせるために、だから6月下旬がもしかしたら大変なことになってるかもしれない。あれ何の話だっけ。あ、そう、忍者マイライフが希望がない、希望がないけど、あの1年間は動画作ります。ただちょっと時間をかけさして、いや取っ手出しで出しちゃうかもしれない。これは本当に申し訳ない。ポケモンもうこれ終盤ですよ、ニコちゃん。これは終盤といっても過言ではない。だってパート8でバッジが4個取れてるってことは、逆算してあともうパート8ポケモンをやれば4つバッジが手に入るから簡単。これどうやって空飛ぶの？これどうやって空飛ぶの？でもダグトリオのところでレベル上げたから、これどうやって秘術使うの？秘術は？ちょっと待って、秘術をどうやって使うんですか？秘術はどうやって使うんですか？ニコチューと遊ぶから、ニコちゃん遊んでほしいんですか？張り切ってる。秘術空渡り、これお月見山ってどこ？お月見山は？これで月の石もゲットしてピクシーにして今日はお休みですね。あ、ありがとう。え、いけるでしょ、いけるでしょ。花だからじゃお月見山、
できるかもしれないじゃん。なんでみんなそういうこと言うの。忍者だから段差気になんないし、登れるし。登れるし。忍者は段差に強いから登れるし。月の石はどこ、いやーなんだよ、マンキーだ。え、草むらから飛び出してきた。いらない。この子も忍者だよ。てなわけで、だいたいこんなものかな。ちょっとももち賢い高校はちょっとまた別途、時間がねあるときにやろうと思います。目が好き。お月見山で手に入るってボタニンニンが言ってたよ。ちょっと本当にマイライフを相談したい。まだ戦ってない。なぜかわかりますか。戦わずとも結果が見えてるからです。どうや、ちょっと待って、どこで手に入るの？ PP エイド。キューボ。月の石。月の石を探す。月の石はどこかな。何や、助かる。ここは地下の2階では、あ、ピクチー、でかと。真ん中に来てもらえませんか。コンマのコンマのくせ、それ猛虎にもなりますよ。今だ、ノーエクセレント。あ、捕まっちゃった。ちょっと待って、月の石いらなくなっちゃう。普通のアイテムを、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。え、ザッピなのか。ちょっとそういうつもりはないんだけど、月の石が
どこにあるかわかりません。こんなの誰、あ、みやこいらっしゃい、あ、白草さんもいらっしゃい、いや、ホワイトグラスさんだっけ、野生のピッピがもしゃもしゃしちゃってるんだよ、もしゃもしゃもしゃって。いらない、ちょっと待って、どそろそろヒントがあってもいいんじゃない。お月見山、お月見山、あ、あとね、ゆずちゃんは歌えますよ。見えるところになるんですか、そもそも。確かに、そうそう、お歌を歌ってたでしょ。だから歌の順位はそっちね。私じゃなく、ゆずちゃんがどうにかしてくれると。ケズと歌う流れで歌、やっぱりここは需要と供給と、ここクレーター、クレーター、ここ違うん、ピカチュウの尻尾見よう、反応してない、あ、ピッピだ。ももちゃんのももちゃんのさ、そうですかね。ちょっと全然スタートが違う。どういうこと？ここじゃないってこと？石が欲しい。月の石があればみんな幸せだよ。ここのクレーターじゃない、あっちが、違う、助けて、ここのクレーターじゃない、違う、洞窟入って一番近いはしご、なんかね、一日猫手に入るらしいよ。知ってた？大丈夫、私も知らないから。ピッピをここでにゃー、いらない、
一番近いはしご、一番遠いはしごだからここじゃなくて入り口まで戻る。でも前に来たな。そこにもある。どこにあるの？にゃー！びっくりした。悪い癖が始まってる。月の石を言い訳に遊んでしまってる。ちょっと待ってね。にゃー！びっくりした。どこのはしご？これの北？これ？地下2階？これの地下2階の誰？どっちが優れたネズミポケモンか。にぃ！戦ってないんじゃなくて戦わずともわかる。はい、エクセレント。レベル差の暴力。レベルを上げてない人が悪い。あれね、コントローラーをね、傾けてヒュッてやるとヒュッてなるよ。そう、ニコちゃんからねラッキーをもらったんですよ。もっとカーブの持ち方、ありがとうコーチ、頑張ります。
それで、指をかけてリリースポイントしっかりしよう。はい、頑張ります。なんだっけ、無限大の夢の歌を、緑色の進化、ニドキングモ。そう、リブダいらないんだよね。これだ。いらない。リグダいらないもん。もう一個欲しい。もう一個欲しい。ああ。もう一個どこ？ニドキングは使わないから、ちょっとね、お名前は後日こっそりとつけておきます。捕まえたよね。進化もさせてるし、使わないのに進化させるの？かわいそう。ポケモン図鑑を埋めるためなんです。戻ってきたよ。戻ってきたよ。あとで進化も捕まえられるんじゃない？相手にし、西、これ？これ？これ？こっちじゃない。ちょっと今日は1分ぐらいラグがあるね。これ、あ、やったー。あ、コメントの楽ですよ。放送とゲームの楽ですね。完全に投げれる。はい、
エクセレント。完璧すぎる。ね、知らないもんね。だから月の石取れてなかった。ありがとうございます。これで私が取りに行くとき。ニコちゃんも取るんだね。じゃあ進化ですよ。ついに進化してしまった。モンピッピがモンピクシーね。確かに。リクダを手持ちに入れて、穴を掘る。え？穴掘れない系リクダ。ちょっと待って、ちょっと待って、そんなことある？あ、いた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 。穴を掘る。え、ニコちゃん、ニコちゃん、ニコちゃん、使えばよかった。ピクシーさっき捕まえたもんね。猫ちゃんにいじめられた。猫ちゃんにいじめられました。どうしよう、この辺育ててた方がいいのかな。いじめよくない、いじめよくないよ。そうそう、いつもね、ニコちゃんにお昼休みね、呼び出されて、あ、ももさん、焼きそばパンとコーラとジャンプ買ってきてってニコちゃんに言われるの。言う通り買ってくると、
私は炭酸が飲めないんですって怒られちゃうの。今のいじめでしたか？だって穴を掘る使えないのに教えてくんなかったじゃん。これでセーブもしたかな。ももちゃんの中ではニコちゃんそんなキャラなのか。ニコちゃんって悪い子。いや、ごめんなさい。ニコちゃんはね、いい子なんです。あ、そうそうそう。あのね、31日ね、ここにいるニコちゃんが、あの、1周年記念のね、放送するので、ぜひね見に行ってあげてください。じゃない、はい、てなわけでね、なんでやめた、やめるに決まってるでしょ、やめるの。やめないで。ちょっと待って、どう何時ぐらいから？21時からですね。合ってるよね？ちょっと待って。これでカンニングをしていけば、ほら、21時から。1時間やっちゃった、ごめんなさい。どやんどやどやん、私の方は、告知はございません。6月に動画を10本、ポケモンとヘビーレインをクリアします。こんな感じですかね。じゃあ最後まで見てくださってありがとうございます。あのチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方お願いします。この動画が、この動画
この生放送が面白いなと思ったらチャンネル登録の方もお願いします。あ、おつにに10分の動画、まあ編集をね凝らなきゃねどうにでもなるんですけど、見直し病が発生してね、一生完成しない。はい、おつにんにんです。ゆずちゃんのね本もね、ぜひね、ツイッターとかね、フォローしてあげてください。では、おやすみなさーい。